薬剤散布のユリの薬剤散布の問題点として、最近はですね、やはり SDGs の考え方から、農薬の使用量が低減されてきているんですね。それは球根のこの球根の生産の現場もそうで、で主にヨーロッパで作られる球根の消毒に、殺虫剤が特定の殺虫剤が使われなくなってきた。その結果アブラムシっていうのが非常に多発するようになったっていうのが背景にあります。でそれを抑えるために予防的に何度も散布をすると薬剤量が増えてコストもかかるっていうところで、まあ、それも一つ我々としては問題になっていた。まあ、さらにですね、まあ、それをちょっと避けようとして、まあ、個別に発生したところだけ人間の手でかけようっていう形で、作業を変えたんですが、そうすると、まあ、人が動かなきゃならない、しかも人に農薬の被曝のリスクもあるっていうところで、労働負荷が非常に高くなってしまったというような経緯があります。まあ、そこをまあなんとか機械で、スマート機器でできないかということで、YouTube の方を使用するに至りました。はい、これが薬剤散布 UGV になります。で上にタンク、薬液が入るタンクがあって、ここのノズルからアブラムシがいると散布する機構になっています。実際には移動して今撮影をしています。撮影をした映像を AI サーバーの方に送って、そこの AI サーバーでアブラムシがいるかいないかを判断して、その指示がまた UGV の方に返ってきます。でアブラムシがいないってなるとまた次のステップで移動する。もしアブラムシがいたっていうふうに感知を AI が感知をすると、ここで散歩をするっていうような動きを繰り返します。今いないということでそのまま前にステップとして進んでいるということになります。まずこちらの UGV ですけど、上に農薬を入れるタンクが2つついてます。それぞれ10リットルずつで合計20リットル入るようになってます。でそこのタンクからつながって、こちらに見えてるものがノズルになります。前後2列ついていて、それぞれ9個ずつ、ノズルがついてるので全部で18のノズルになります。で UGV 自体は、ユリの畝の形状に合わせて門型をしてますが、上に乗っているこの中央の3つの箱が UGV を制御するものになります。左の方にバッテリーの箱があって、こちらがメインの CPU が入っているものになります。で側面についている箱がモーターのドライバーになってまして、モーターは4輪それぞれに1個ずつついています。であと、このノズルとノズルの間、中央の透明の箱が3つついてるんですけど、これが、ユリの、状態を観察する、カメラになります。中央がライブカメラで、左右1個ずつが、この畝の半分ずつを撮影して、ユリに、アブラムシがいるかどうかを検知するための、AI にデータを送るための、カメラになってます。こちらがその集団を検知するためのセンサーになります。UGV 自身は自動のモードで、50センチぐらいずつ移動と、AI 検知を繰り返しながら、集団まで行くんですが、集団手前になった、あたり 1.5 メートル付近で、このセンサーによって距離を検知して、危険がないように自動で停止するようになっています。動作としては非常にゆっくりなんですが、まあ、その間人間は別の作業をしたりとかですね、あとは今まで2人1組でだいたいこれを30分ぐらいかけていたところ、機械1台で、監視員1人で、30分で済んでしまう。その監視員も、付きっきりで機械を見なくても他の作業ができるというところで、非常に労働性の負荷も下がったというところがあります。で実際に農薬の使用量も
部分部分で的確に発生しているところだけかけるっていうやり方でやっていますので、だいたい他の畑の7割ぐらい削減という形で実績として上がっています。